今回はクールノットの結ばなくてもいい靴紐です。今回購入したのがこちらです。クールノットの結ばなくてもいい靴紐です。これは私用ではなくて息子の靴用に購入しました。通常の靴紐の代わりに特殊な形状をしたこちらを装着することで履き心地が向上するというものです。紐自体はこんな形をしています。通常の靴紐に丸い突起がいくつかついているような形。同梱されていたのはこちらのマニュアルのみですね。結び方が記載されていました。どうやらポイントはこの2つ目の注意書き、コブを伸ばしながら通すとスムーズにいくそうです。余った紐の収め方はいくつかあるようですね。こちらのクールノットはスニーカーのストレスをすべて排除してくれるものだと思います。そのポイントを3つ説明していきます。まず1つ目は名前の通り、通すだけで結ばなくてもいいスリッポンになるということ。この紐を通すだけで劇的にスニーカーの着脱が簡単になります。紐に使われている素材は伸縮性のあるゴム、スパンデックスです。スパンデックスは水着などにも使われる耐久性のある素材ですね。とても伸縮性が高いので足にすぐに馴染んでくると思います。非常によく伸びるのでトリセツのように引っ張りながらコブを伸ばしながら装着するとスムーズに通せると思います。第2のポイントはほどけないスニーカーになるということ。結ばなくても良いということはほどけないという意味です。年間で何回靴紐を結び直すのかよく考えてみるとその効果は大きいと思います。特に子供ですね。結ぶ力がそもそも弱いので靴紐がほどけやすいんですね。ほどけた紐は転倒にもつながるため、こちらのほどけない靴紐は安全にもつながる道具だと思います。最後のポイントはこのユニークな見た目。綿の紐のクラシックな見た目はなくなりますが、その分強度はとても高いです。綿やナイロンの紐はやっぱり水分には弱いのですが、この写真を見るように引っ張り強度はかなりのものだと思います。またデザインの面でもオールブラックであれば主張がありすぎずちょうどいいと思います。紐は中に収める方法を採用しました。これでスニーカーに関するストレスが少しでもなくなってくれればなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらぜひ。